トーマス・ロンゲンは、オランダの元サッカー選手、サッカー監督である。以前は、DC ユナイテッドのヘッドコーチ、メジャーリーグサッカーのクラブでポルティボチーバス USA のスポーツディレクター、サッカーアメリカオサモア代表の監督も務めた。プロ選手として、北米サッカーリーグ、メジャーリーグサッカー、アメリカンサッカーリーグで活躍。1975年から1979年まで、 アヤックス・アムステルダムのリザーブチームの一員として、守備的ミッドフィールダーやディフェンダーとして登録し、トップチームのメンバーとして出場することはなかった。1979年にアメリカに移住し、北米サッカーリーグのロサンゼルス・アズテックスに加入。その後、いくつかのクラブに所属し、アメリカで選手生活を得る。1984年に、 ポープジョンポール二世高校の少年サッカーチームの監督アシスタントとしてスタートする。2001年から U-20 サッカーアメリカ合衆国代表を務め 2007FIFAU-20 ワールドカップと 2009FIFAU-20 ワールドカップにチームを導く。2011年5月に解雇される。2011年、当時の公式戦で勝利を記録したことのない。 サッカーアメリカルをサモア代表の指揮を取り、同年11月22日に 2014FIFA ワールドカップオセアニア予選において、トンガに2から1で国際 A マッチ初勝利を収めた。ロンゲン監督のもと、FIFA ランキングは過去最高の173位を記録した。英国 BBC ではサモア代表とのドキュメンタリー映画、ネクストコール。 世界最弱のサッカー代表チーム0対31からの挑戦が制作された。ありがとうございます。